こんにちは、遠藤です。今日はですね、ウェブ担当者とかウェブマーケターだけではなくて、ビジネスマンで、の人向けになるかなと思いますけれども、本の読み方についてお話をしたいなと思っております。私もですね、月に10冊とか20冊とか、もうちょっと増えたり、もうちょっと少ないこともありますけれども、本を読む人間なんですね。で、こういう話をすると、そう1ヶ月でそんなにたくさん本を読むって、そのどうやって時間を確保してるんですかとか、どうやって読んでるんですかみたいな話になるんですけど、そういう時にもう皆さん思う浮かぶのは、やっぱり速読っていうものだと思います。で、この速読もですね、いろんな速読法があるので、皆さんそれぞれですね、ちょっと調べていただいて、自分に合うものを試していただけたらいいかなと思うんですが、私が、どういうふうに本を読んでるかと、これ速読と言っていいのかどうかわかりませんが、私の何のその本の読み方みたいなのをご紹介できればと思ってます。結構ですね、そう多くの方は本をですね、手にしたら最初から最後まで順番に綺麗に全ページ読まなきゃいけないっていうふうに思ってる方、あるいは読もうとしている方多いと思うんですね。とても真面目に本を読まれているんだと思うんですけれども、そうやって真面目に物事に取り組んでしまうとですね、私たちが日々使える時間っていうのは有限ですので、やはりそこを効率化して、効率よく時間を使っていかなきゃいけないわけです。本を読むときもそうなわけですね。最初から最後まで綺麗に全部読もうとする。そうじゃなくて、もっと手抜きをして本を読めばですね、たくさんの本に触れることができるし、たくさんの本からいろんなものをインプットすることができるというものです。で、どういうことかっていうと、本を手に取ったらですね、目次を見て、その目次の中で今自分が興味があるところ、読みたいこと、あるいは知りたいところだけを読めばいいんですね。それ以外のところっていうのは今の自分にとって興味関心がない、あるいは薄いとかですね、あるいはもうすでに知ってるような内容だったり、もうこれは多分分かってるなっていうような内容なわけですね。で、そういう内容にわざわざ時間を費やす必要はないわけです。なので、自分が知らないこととか知りたいと思ってることとか興味関心があるところだけその本の中からピックアップしてそこの部分だけ読めばいいわけですね。それだけでもうだいぶ本を一冊に費やす時間というのは大きく削減できると思います。例えば100ページの、本があったとしてもその中で自分が必要としているものっていうのは10ページぐらいな可能性もあるわけですね。で、残りの90ページは読まないでいいのか、大丈夫なのかって心配になっちゃうかもしれませんけども、本っていうのは、図書館から借りてきたら期限がありますけど、返したってまた借りればいい話ですし、買った本っていうのは、1回しか読めないっていう制約はないわけですね。別に10回読んだっていいし、100回読んだっていいわけです。何回も繰り返し読んだっていいわけですので、残りの90ページのところはですね、時間がある時とか余裕がある時に、パラパラパラっとこう流し読みをして、ちょっと興味が、ピンとこう引っかかるところがあって興味があるなと思ったところとかだけまた読むっていう風にすればいいんじゃないかなと思います。で、その浮いた時間で、また別の本を同じように読むっていうことをすれば、1ヶ月にですね、10冊、20冊で簡単に読めちゃうんですね。で、もちろん他にもですね、速読の方法ってね、こうパラパラパラってこう、バーッとこう俯瞰的して見るとかですね、こう斜めに見るとかっていろいろやり方ありますけれども、そういうの、慣れも必要ですし、合うは合わないっていうのもあると思うんですね。で、私もですね、いろいろ試してみたんですけど、やっぱりその、目次パッと見て、ここだけ知りたいなっていうところでパパッと読むっていうふうにすれば、慣れも必要なくですね、サクッと本が消費できるので、私としてはそのやり方をとってます。で、特に最近はですね、電子書籍にどんどん、本をね、買うときにも、紙のものじゃなくて電子書籍にしてるので、そうすると、結構ね、検索とかで文字で検索できたりするじゃないですか。そうするとその言葉、フレーズがあるところだけ、読めばいいってことになるので、私のような読み方をしてる人にとっては、この電子書籍っていうものは非常に合ったツールかなというふうには思ってます。毎月たくさん本読みたいんだ。だけど、読むのに時間がかかっちゃうって、一冊の本を読むのに時間がかかっちゃうって方は、ちょっとこう自分が、真面目に読みすぎてないかなっていうところを気にして見ていただいてですね、本当に必要、その一冊の中で自分がその時必要としてる
ところ、知りたいと思っているところだけこうピックアップして読んで、ある程度やっぱ手抜きをして効率化をして、読んでいくとたくさん本を読むことができると思います。で、たくさん本を読むことができるということは、たくさんの本に出会うことができて、そこからいろんな情報ですね、複数の情報を手に入れることができるわけですので、そういうふうにしていかれるのもいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回はですね、私のどういうふうに本を読んでいるかというところについてですね、ご紹介をさせていただきました。お役に立てれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。